横大寺家住宅横大寺家住宅は、福岡県か谷郡新宮町上府にある古民家。九州最古級と言われる古民家建築で、国の重要文化財に指定されている。千年家の通称を持つ。かやぶき屋根の曲がり屋で、江戸時代前期の建築ではないかと考えられているが、明確な建築年代を示す資料は残っていない。伝承によれば、 805年、日本天台宗の海祖である最長が、東での留学を終え、当地に上陸し、特古寺を回帰した際、協力した横王寺家の先祖にお礼として褒美と美写門天蔵を授けたという。織田信長の延暦寺比叡山焼打ちの際には、比叡山の褒美が消えたため、ここから火を、比叡山へ運んだとも言われる。火は、家のへっついにあり、 種火が消えないように近年まで千年以上も守り続けていたという。この放火は2011年、当時の横尾寺家当主の死去に伴い、横尾寺家住宅での保管が難しくなったことから、道県太宰府市のかまど神社に存在する、妙高案へと移されている。住宅は、寄せ棟作りかあやぶき、東側に都市粒を持つ曲がり屋である。2000年から、 全面解体修理が行われ、2003年4月に完了した。部材の仕上げなどから、創建は17世紀半ば頃まで遡り、九州地方最古級の民家建築と思われる。当初は胸を、この地型に作る、角作りであったが、19世紀前半頃に、現在のような曲がり屋となった。解体修理に際しては、日差しの瓦、入り口の障子戸などを撤去し、 19世紀前半頃の姿に推定復元された。ありがとうございます。